カズマ様、綾殿はすでに我らがアジトにお連れした。ご安心を。将はすぐに現れるはずだ。この右京左京、影の務めに寸分の誤りもございます。肉を切り裂く華麗なる剣の舞、とくとご覧ください。将、将。はや。将、将。何なんだ。おじけづくなよ。それ以上近づくカズマは何を企んでいる。
この用事悪なき出たざし、そこに君臨しようと。そのために最終奥義を。忍道最終奥義を得得できるのはこの世に二人だけ。忍道継承者である翔か一馬。今闇の力に打ち勝てるのは翔、あなたしかいないわ。しかし最終奥義の教えは師匠からは何も。一人ではダメなの。男と女の気が合一しなければ。気の合一？最終奥義の秘伝は父から密かに授かりました。師匠から。男子に宿る力の気、その乱れを収め無垢な力に還元すること、それが気の合一に至る心の術。合一した気は宇宙とその波動を共にし、無限大のエネルギーを生み出す。ショーン！これはまだ初めの一歩。達人にかかると山をも簡単に消せるというわ。師匠が隠していた意味が分かるような気がする。話は一部始終聞かせてもらった。この女はもらっていくぞ。に勝ち目はない。最終奥義はもう俺の手の内だからな。気がついたか。お前が最終奥義の鍵だったとは。天才もうまく隠した。これで手に入れたつもり？何？あなたは最終奥義が何なのかまるで分かってない。気の流れはあなたの思う以上に繊細なものなのよ。身に余る力をもてあそんだ末にバランスを失い、自分自身を滅ぼすことになるわ。言いたいことはそれだけか。最終奥義は俺のものだ。俺が手に入れる。する気になったか。邪神に溺れたあなたに最終奥義は得得できません。まだ言うか。翔を待っているのなら無駄なことだぞ。あなたは翔には勝てないわ。最終奥義は心の技、力では手に入らないものがあるのよ。俺の忍耐もここまでだ。連れて行け。翔はあなたにないものを持ってる。あなたは滅びの道をたどっていくだけだわ。
前は嫌をなしに俺の最終奥義を完成させることになる。翔、気軽なよ。お前がどう拒もうと最終奥義は俺のものになる。これは何のつもり？このホールは地殻を貫き火の源へと伸びている。お前のエネルギーを誘い水にして地球の気を吹き出させ、俺がそれをものにする。そんなもの最終奥義と全然違う。敵の力が手に入れば何でも構わん。人間を超えた力とか。バランスをなくした気は暴走を始めるわ。正気の沙汰です。ついに見つけたぞ。あや、無事でいてくれ。無限の力。これ以上は危険です。何を言う。しかし爆発寸前です。指図をするな。しっかりしろ。翔、ここはもう危ない。立てるか。翔、今こそ最終奥義を。クズマの暴走を止めて。目覚めたような。あれ。やっと来たか、ショー。ここまで来たことは褒めている。だが少し遅かったようだ。無限の力はすでに俺のものとなった。まさか、アヤを使って無理やりに。
もうその女も用なしだ。どうだしろ、俺と手を組む気はないか。共に支配者となれば欲しいものは何でも手に入る。貴様、お前の力では俺には勝てん。試してみるか。愚かな。